駅構内駅周辺南久留米駅は福岡県久留米市の中町にある九州旅客鉄道久台本線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎から森土城にあるホームへはトンネルを通っていく。駅舎は1928年開業以来のものだが2001年に事務所部分が解体され約半分の大きさになっている。 駅舎入り口部分の天井には六芒製の飾りが取り付けられている。詳細は定かではないがクルメにはかつて陸軍の部隊が数多く駐屯しており、軍で地図上に部隊配置を表記するときの記号として六芒製で旅団を表していたことがあったことから、クルメの不評第24旅団を示していたのではないか、あるいは日本では 古来六房星が魔除けとして使われていたことから、兵士たちの戦地からの生還を祈るまじないとして、表記されたのではないか、等の意見がある。前者の意見について、陸上自衛隊クルメ駐屯地は、記号はあくまで地図に表記するものであって、実際の建物に表記する意味がなく、また司令部ではなく、駅に書く意味もないとして否定的な見解を述べている。 日本国有鉄道末期の1984年に一旦無人化され、その後 JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅だったが、2020年3月14日のダイヤ改正より再び無人化された。2019年度の1日平均乗車人員は426人である。久留米市の中心市街地の南東部に位置しており、駅前には ショッピングセンターのサンリブクルメがある。駅の裏手にはマンションが建っているほか、駅周辺は民家や商店が密集している。以前は駅前に西鉄バスクルメの南クルメバス停があったが2010年に廃止された。末期には土日に新愛女学院行きが一本ずつ運行されるのみであった。以下に周辺のバス停を列挙する。バスの経営地は主要停留所のみ記載。 現在両隣の駅は国鉄民営化後に設置された駅で民営化当初は当駅の隣接は久留米駅と老井駅でそれぞれ 4.9km、3.1km と久留米市の中心部としては駅間が非常に離れていたその途中の区間も連続した住宅地であったため90年代後半より JR 九大本線活性化促進協議会を中心に それぞれの駅間に新駅設置を求める住民運動が起こった。これを受けて開業したのが2000年の久留米大学前駅、2009年の久留米高校前駅である。ありがとうございます。